高浜原にもどすめよやすめよ、おかみはまたの神々をつどえとことわにかみつまります。かむろぎかむろみのみこと申して、かむいざなぎのみこと、つくしのひむかのたちはなのおどのあがきはらにみそぎはらいたもうときになれませるはらえどのおおかみたち、もろもろのまことつみけがれをはらいたまえ、清めたまえと申すことのよしおはまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともに、雨のふちこまの耳ふりたててきこしめせと、かしこみかしこみを申す。かむながらたまちはえませ、かむながらたまちはえませ。このマークは宇宙の現象、最初にこの宇宙が生まれた時、そういう時から日本の古事記の中に、日本の古事記というのは皆様がキリスト教ではバイブルがありますね、聖書が。私たち日本人にもそれと同じような古事記というバイブルがあります。でこれは日本のことを言ったのではなくて、宇宙の最初から、そして太陽ができて星々が生まれて地球ができて、そして神々が生まれてという、そういう基本的なもの、そういうものを絵に表すとこのような図が生まれてきます。丸、三角、四角、これは自然現象の中に現れている中の水であり火であり、火というのは霊であります。霊というのは魂、スピリッツですね。それを火と言います。火と水で、それを火は日本では火とも言います。水は見れ、神、神はゴッドの神です。で、宇宙を作った神様、もちろんこの大地、地球も作った、月も作りました、太陽も作った、そういう直流の流れ、直接我々のエネルギーをいただいている、そういうのを図にするとこのような丸、三角、四角というのが出てきまして、で中に8つの仕切りがあります。4本の線が丸の中にあります。これは宇宙の力、働き、合わさる力、離れる力、固まる力、溶ける力、引っ張る力、緩む力、そして動く力、止まる力、そういう相反する8つの力を神の数字である8が全てこの中に意味として入っています。赤い色はこれは火でありまして、白は水、海の引き潮、満ち潮、満ち潮は赤玉、引く潮は白玉、これは人間の呼吸と同じで、息、吸う息、吐く息、地球も宇宙も息をしているわけです。その現象が日本、地球においては海の水が上がったり下がったりというのが、これ地球の息でありまして、そういうものをここに表して、全て宇宙現象の現れをこの図の中に合わせたという形が、今の我々の日本の神道というものの中にこういう図が出るわけです。難しい話になりますからあれですけども、王先生はそういう宇宙の現象、特に古事記というものを大事にして、日本神道、そしてまた天皇という皇室の
歴史をしっかりと胎蔵、体の中に含んで胎蔵して、そして合気道をやれと言っておりましたので、そのものを全て込めた思いを込めて、この図を我々のマークとしています。